ザ山は、太宰治の短編小説。山崎富江の日記の2月9日の項に記された、筒茂久宛の手紙の写しに、次のような一節がある。3月号か4月号の小説新調に、ザ山というのをお書になりましたが、これはきつと、筒見様の超年点の原因になる、恐れの十分にある作品ではなかろうかと思われます。三鷹の僕の家のすぐ近くに、 若松屋という魚屋があった。その店の親父と僕はのみともであったのだが、親父がある時言った。私の姉が新宿に新しく店を出しました。以前は築地でやっていたのですがね。あなたのことは前から姉に言っていたのです。泊まってきたって構いやしません。僕はすぐに出かけ、テ都トザウラの同じ屋号の若松屋で酔っ払って、そうして泊まった。 姉というのは、初老の、あっさりした女将さんだった。僕は、客をもてなすのに、大抵そこへ案内した。店の女中さんの年ちゃんは、幼少の頃より小説というものが飯よりも好きだという。僕がその家の2階に客を案内すると、後期の目を輝かして、こちら、どなたと尋ねる。林文子さんだと、僕はいつつも年上の頭の剥げた洋画家を指していった。 一度ピアニストの川上六郎氏を若松屋に案内したことがあった。あの方、どなたうるさいなあ誰だっていいじゃないか、ね、どなたつい本当のことを言った。川上って言うんだよ、としちゃんは。ああ、わかった。川上美山それ以来、僕たちは彼女おかげでは、美山と呼ぶようになった。ありがとうございます。